はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアンフォーアメリカ軍プレイ続けていきましょう。前回からほんの少しだけ時間だけ進めています。大陸インドシナ半島の付け根付近はですね、もうほぼ完全に掌握したという状態です。で、まあ、半島から、日本軍を駆逐進めている中なんですけども、タイが枢軸国側に加入ということで、タイとの戦争も睨んで、今タイとの国境に軍を展開したというところです。であとはですね、まあ、ちょっと海軍戦力がやっぱり厳しいということがあって、海軍のね、基地工場建設を優先するように、少しだけ海軍工場の優先順位を上に持ってきています。こんな感じですね。なので、まあ、海軍をね、これから増強していきたいというふうに思います。まあ、日本軍がこれからちょこちょこ反撃に出てくると思うので、まあ、それをうまく抑え込むという意味では、どうしても海軍戦力の増強が必要と。で、一方ですね、人的資源がもうカツカツなので、今、政治力画面左上260と出てると思うんですが、これをなんとかですね、まずは、300まで貯めて、で、大規模徴兵へと変えていきたいというふうに思ってます。なので、まずは300貯まるまで我慢して、耐えてというところになると思います。では、このままね、時間の方を進めていきたいと思います。一応、大陸の方はですね、このまま、南京へ進んで満州国、で、朝鮮半島を攻略できればいいかなというふうに思っています。で、研究はですね、もう海軍戦力の増強にちょっとでも寄与していきたいということで、海軍系ね、これを重点的にやっていきましょう。で、どっかに今強襲上陸かけてきてる音がするな。ここだな。まあ、サイパンに関しては、3師団で守ってるので、まあ、放置しておけば守りきれるでしょう。海軍戦力がちょっと第3艦隊がもう傷ついてしまってて結構きついかなというところですよね。あとは香港、マニラ、香港、フィリピンで修復中の艦隊が戻ってきてくれたら、南シナ海この辺りのね、制海権を確保しておきたいなと思います。まあ、ちょっとでもね、しっかり敵の力を削いでおきたいという意味では、まあ、ちょこちょこ小出しに強襲上陸を仕掛けてきてくれると、まあ、逆にね、我々としてはそれを一つ一つ潰していく。まあ、できれば上陸させてから潰した方が確実に殲滅できるんで、まあ、敵の手段、帝国の手段を削ることができるのかなとも思います。で、今、敵国側に、枢軸国側に、ご覧のようにシャム、つまりタイですね。まだ参戦していないものの、タイが、大東亜共栄圏、つまり日本側、帝国側に入っているので、これがね、すぐにでもおそらく、宣戦布告してくるんじゃないかなということが予想されるので、まあ、これに対して、まあ我々としてもね、備えておきたいというところです。さあ、進撃の方はしっかり進んでいってくれてるね。これ中華民国屈服させるのも時間の問題かな。まあ、このまま順調に進めばです。で、あとはベトナムとかの、まあ、旧自由フランスの領地、ここをね、タイが宣戦布告というか参戦してくる前に、抑えておきたいというところで、そこまで抑えられたら、まあ、バンコクを経由して、マレー半島、シンガポールまで、まあ、奪還すると。いうことをやっていきたいと思います。
メキシコもね、師団を送ってきてくれてるような感じがするんですが、それにしたってこの辺りの制海権ないから、結構危険だよね。メキシコがやろうとしてることって。いや、本当にありがたいけど。もう今いる原油戦力プラス、あとは、イギリスの戦力を頼りにするしかないのかなっていうところだと思うんですけど、まあ、やり方としてはどうなんでしょうね。今だと、おそらく、戦力を送るときに、東海岸から送る方が、なんかいい気がしますね。ちょっと場所をカリフォルニアから東海岸に変えよう。結局、危険な海を渡ることになるので、ちょっと現実的じゃないよね、というのも踏まえて、場所をフロリエダへと変えていきましょう。で、まあ、東海岸経由で、インド、ここに上陸して合流するっていう方が、まだ、マシかな。でまだまだ全然、ああ、ここに強襲上陸かけられてるんだね。インドの付け根に。まあでもこれは駆逐できるでしょう。イギリス軍4師団入ってますんで。待ってね、今この新しい師団、Move out! マイアミに移動させて、Orders. マイアミから経由させて、イギリスの方、まあ、インドの方にね、持ってこれるかどうかっていう確認をしちゃいましょう。で、政治力278、画面左上、まで来ているので、これが300までもうちょっと我慢ですかね。もうちょっと我慢しましょう。これを一旦ここに移動しちゃおう。ルートはどういうルート？いいね。こっちのルートで来れば、まあ、割と、イギリス領インドに入りやすい状況が作れるかな。あとは、インドシナ半島はできるだけ早く港を押さえて、帝国の補給線を断ちましょう。
で、ここも海軍系を強化していきます。で、レーダーも乗せていきたいので、入れます。で、そうだな、次は、巡洋艦系の砲撃力アップ 5%。まあ、こういうのを入れて、ちょこちょこ入れていくしかないかな。で、まあ、全体的な海軍力の底上げ。なんとか、バンコク、つまりタイが、参戦してくる前に、インドシナ半島、残りの場所をね、制圧しておきたいというところで進んでいますが、日本軍も、まあやっぱり最後抵抗が激しいという状況ですかね。よし、割と安全に航海してくれてるね。メキシコも同じようなルートで多分来てるね。もっと強襲上陸。またサイパンか。違う、インドの付け根ここだな。まあ、ここは日本軍1師団に対してイギリス4師団5師団いるので、まあ、ちょっと補給統率率低いですが、まあ大丈夫でしょう。落ちます。むしろここだね。四川とかこの辺りがちょっと苦戦している様子があるが、まあ、ここもイギリス軍の、あるいはイギリス領インド の兵力に任せて、まあ我々アメリカ軍の正規の軍は増援は見送りましょう。この後何と言ってもタイとの戦争が待っているのはまあ明白なので、ではちょっとね、時間を進めていきます。Thank you.
ちょっと時間をだいぶバーッと進めてきていますが、その間にですね、まずは、冒頭お話ししていた、徴兵を大規模徴兵に変えて、人的資源に多少、ストックというか、余剰が生まれつつあるという状況です。で、一方ですね、インドシナ半島、マレー半島方面への戦闘準備ということでのインドシナ半島攻略が、なかなか思ったスピードで進んでいないんですが、じわじわと進んでいるというところで、いつタイが参戦してきたとしても戦えるような、そういう準備を整えています。で、あとはですね、フィリピンの方がちょこちょこ強襲上陸をかけられていて少し面倒なんですが、これをね、撃退しておきましょうというところですね。マニラを占領されるわけにはいかないので、マニラをね、しっかり防衛しにかかりましょうというところと、あとアパリですね。ここも、結局、帝国が上陸してきているので、これをしっかり撃退していきましょうということになろうかと思います。が、マニラが占領されたよ。もうすぐに奪還しましょう。で、あとはですね、大陸の方は合肥、これが中華民国政府のマニラ陥落ですね。今の首都になるので、ここの攻略をね、最優先で進めていこうと思います。まずはマニラの奪還だ。どうなんだろうね。日本はどんくらいの戦力で上陸してきてるのかわからないですが、まずはこれをしっかり撃退しましょうと。うわ、さらにここにも日本軍か。いや、フィリピンが意外と危ないな。6師団置いてあるんですが、6師団でも防衛がままならないっていうね。セブ島から移動するのに港が必要っていうパターン、これは。となるとちょっと厄介だな。フィリピンの港の主要な場所が帝国に抑えられてしまってるんで、フィリピンは失いたくないんです。なんとか防衛したいですね。とはいえ、今の政界権を見ると、なんとも送り込むには不安があるな。都会するのはほぼ無理と見ていいと思うので、とりあえずこれ以上増援を送られないようにしましょう。フィリピンを取り囲むように艦隊を展開します。合肥まではもう目と鼻の先まで来てるね。合肥陥落すればさすがにね、中華民国政府の方は降伏してくれるんじゃないかなという期待があるので、それで一気に戦線を押し上げたい思惑ですね。大陸の方の日本軍はほぼ駆逐しつつあるんで、あとはやっぱりフィリピンは制圧した？ OK だ。フィリピン南部は制圧ですね。となるとマニラだね、マニラ。マニラを奪還していかないと。
いやー、それにしてもタイ周辺、インドシナもちょっと苦戦してるな。しょうがない。虎の子の手段を投入しますか。これで一気に型をつける。温存していた手段を投入しましょう。もうちょっと早くこの判断をすればよかった。さて、大陸の方、合否までは本当にあと少し。なので、これ一気に合否を取りたいところですが、そうは言っても、敵もやっぱり首都、合否。手段の展開があるようなので、まあ、確実に潰していきましょう。で、中華民国政府領を、まあ、制圧したら、いよいよ帝国領ですね。帝国領へと入っていきます。ここで強襲上陸？どこに対して？また、サイパンか。まあ、グアムは置いといていいでしょう。帝国軍の陸軍が本当に強いよな。追加の24手段出してないですが、ここに来て一気に事態が好転しているので、手段の追加投入を中止しよう。追加で手段を動かさなくて済むなら、それに越したことはないんで。合否陥落させたよ。合否陥落させたけど、中華民国政府の降伏がないというか、首都がどっかに移ってるな。どこに移った？確認します。中華民国政府の首都。ん？ちょっと首都の場所を見失ってます。確認しましょう。どこに首都を移転したんだ？いや、合否がある。まだ合否が落ちていない。すいません。ちょっとうかつに発言してしまいましたが、もうでも本当に合否、目と鼻の先、あと一歩、その一歩前進すれば合否陥落ですね。マニラが奪還できた。ようやくマニラ奪還だな。帝国軍が再び大規模な上陸をかけてくる前にできれば終わらせたい。ここで最後の一押し。ちょっとここを前回今回とタイのね、3日目の旅行の話ができていないので、次回はね、
ちょっとタイの3日目のお話もできればなと思いますが、今回はもうこのまま合否陥落まで粘りましょう。で、中華民国政府が、まあ、降伏してくれたら、まあ、このまま北上を続けて、で、一方、インドシナ、まあ、タイ方面に関してはタイの参戦がね、本当に近いと思うので、そしたらタイをね、攻略していきたいと思います。いや、合否陥落した後、西安に、また首都が移してきてるね。中華民国政府。このままただ西安まで、北上したい。じゃあまた西安攻略まで時間を進めちゃいましょう。いや、フィリピン、米国、だいぶ増援しちゃったね。これ6師団で持ちこたえられない気がするな。大丈夫かな。フィリピン放棄することになるかもしれないですね。まあ、大陸の方は優位に進めてるので、まあ、とはいえ、マニラ。ちょっとマニラ危険だな。艦隊。どうする？フィリピンに増援を送るのは、事実上不可能なので、仮に送ったとしても、もう手遅れですしね。いや、帝国にここまでの、まだ、組織的抵抗力があるとは、ちょっと思わなかったですが。さて、どうしたものか。本当に悩ましいな。うまく港さえ押さえれば、疲弊したところを叩くという手もあるからね。まだ完全に諦めるのはやめましょう。問題は、インドシナだな。ここもちょっと、二転三転方針がブレちゃってますけど、未だに攻略が進んでいない。で、西安もちょっと微妙っていう状態だもんね。ただ、軍自体は南京まで迫っていて、まあ、帝国領まで入ったという状態なので、うん。では、ちょっとね、まあ、合否を攻略するというところは達成しましたので、今回は一旦じゃあここまでにさせていただいて、ちょっと次回ね、どうするかというのをまた少し検討を進めていきたいというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。